スタート、えー、監督の太田です。今日は、えー、12月の8日、えー、12月の8日というと、えー、やっぱりね、えー、2つのことをやっぱ思い出しますで1つは真珠湾奇襲真珠湾攻撃の日であるということでもう1つは、まあとでお話しますね,ね今年もうんあの BS なんかでは「とらとらとら」っていうあの映画 新島奇襲を日米両方から描いた映画がまた放送されますし日米日本とアメリカの戦争が始まった日ですからやっぱり忘れてはいけない日っていうことはあると思いますで面白いのはっていうか興味深いのはちょっと僕がアメリカにいた頃アメリカに留学していた頃1980年代後半ですけれどもで12月8日、まあ、日本ではそんなふうにあの日米開戦の日真珠湾攻撃の日っていうふうに言って、まあ、新聞やテレビや まあ、映画、またね、テレビでやったりっていうのがありますけど、アメリカはどうなんだろうなってね、向こうも当事者ですからね、と思っていて、で、するとね、やっぱりね、12月8日、まあ、僕は9日になりますけど、アメリカ時間ですから、は、えー、っとね、トラトラトラ、映画の、やるんですよ、放送するんですよ、テレビで。で、あの、面白ろいところ笑、笑っちゃいけないけど、それを、 えー、その時にね,なんかねクリスマスパーティーかなんかでアメリカ人の友達に呼ばれて、えー、その人のうちに遊びに行ったんですよで、まあ、その人は、まあ、ビバリリヒルズに住んでてあのすっげえお金持ちなんだけれどもそこのこうちでパーティーするっていうので,で12月8日なんか4日か9日なんかに日本人がでも普,通の普通のっていうかもうアメリカ人の白人のアメリカ人女性だったんですけどねあの、まあ、お友達で。 でね、あの、呼ばれて行ったら、なんかね、あの時の仕返しに行って言って、こんなでかいなんか知らず年間みたいなの出てきて、みんなでこう、ボコボコにされるんじゃないかという風なことも考えたんですけど、まあその友達はすごい親日家で、えー、日本のこと勉強したりしてる人で、で、まあ日本人の友達もたくさんいて、でも僕もその一人だったんで、で、まあそんなことはないだろうと思いながらも、え一、ー、応、一応怖いので、あの、日本人の男の友人を連れて行ったんですけれども、 で行くと、まあ、全然行って行ってもね「あのもうはいハロー」って感じで「ウェかカンとか言ってくれてでねアメリカのそういう、まあ、ホームパーティーですそんなあのドレスアップしていくねあのそんなじゃないですかってアメリカパーティーとかって言ってもね大体んそんな感じで普段着で行ってでまあちょっと食事っていうかなんかそういうつまみが出ていてお酒が出て飲みながらみんなおしゃべりしたりっていう,いうふうなパーティーが多いんですけれどもでそんなで行ったらね、まあうん、まあ来てるのはまあ 東,東洋人というか日本人はもう僕とその友達だけであと全部も普通のアメリカ人なんですよねでだけれども誰一人てていてみて「なんか日本人がいたとどういうことなくてまあそもそもねロサンゼルスって本当にいろんな民族やいろんな宗教の人たちがいるから日本人が来たからって言ったり例えば東洋人アジア人がいるからって言って「っ!」っていう,いうふうなことはまずないですね でむしろ、えー、例えば、えーまあ、スパニッシュ系メキシコから移民してきたあるいはこう密入国してきたような人たちがたくさんいるんで、えー、むしろアメリカ人とか普通のね、うん、アメリカ人をあの例えばダウンタウンとか、えー、あの辺の街では探す方が難しいぐらいのね で白人とかっていうお金のある人たちっていうのはもう、えー、ロサンゼルス中心街じゃなくてだんだん危険になってきたんでどん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 郊外に越していってっていうふうなことになってるのででそうですねアジア人も,もう中国韓国、えー、台湾とっても多いですし日本もまあまあ多いですし、まあ、結構多いですねロサンゼルスはっていうふうなんでね全然そういうふうな偏見っていうのは、まあ、ほとんど。 ゼロとままません。んんありししたけけど、ど、どいいつかそなな話すす。ほでだからそのビオレーズのパーティー行った時も全然ハローって感じでグリーブニーンって感じでだったんですよ。でそこであのあ全然今日が12月9日で、ね、真珠湾あこれこれグラス持ってます真珠湾紀州の日の今から、えー、それがね8078年だったと思うので50年前後たっていたその昔にここにいるこの人たちの今。まあ おじいさん <laughs> おじいさんおばあさんが元気だった頃に日本は、えー、金自慢攻撃をして戦争を始めたんだなっていうのがね全くイメージできなくてねなんかすごく不思議な気がしたんですよ。としているとねえー、っとまあ リ,リビングの片隅にテレビが,テレビがついていてで、まあ、テレビを囲んでなんかしゃべってる人たちもいるんですよ。で何見てんだろうと思ってずっと見に行って、まあ、そんな英語も得意じゃないんでねそんないろんな人と、ね、おしゃべりしたりっていうのはなんで、まあ、ひたすら酒飲みながらなんか笑顔でいるだけだったりするんですけど何見てんだろうとって見に行ったらねトラトラトラやってるんですよ9日なんで12月9日なんで。で 見てるとうわなんかそうするとちょっと緊迫感をまた感じてきてねいやすごいこれ見ててねお前の国がこんなあのサプライズアタックをやったんだもう卑怯者め日本人とかね言われるかなと思ったんですけれどもねまあ、えー、そういうこともなくねなんかええ笑顔であの見ていてでその,あのまあその友人自体が。 本人がやっぱ日本すごく日本美意気の日本の好きな人なんでで多分その好きなあのお友達他のお友達なんかも、えー、まあいろいろいるんですよお年寄りから、えー、まあそこの家族の友達もいるだろうから、えー、若い人までいろいろいるんだけど、まあ、割に日本にこう好意的な人たちだとは思うんですけどね。 金髪の兄ちゃんがお酒飲めら見ててね、新高山登れとか言って言うんですよ。いや、なんで知ってんの、そんなの <laughs>。で、トラトラトラーとか言いながらね、あの、よく詳しいんですよ。で、逆に日本の若い人知らないかもしれないけど、新高山登れっていうのも、まあ、暗号というか合言葉。で、あの、まあ、 あのその真珠湾攻撃のためのこう傍受されてもねアメリカがいいようなあのことでまあそもそもトラトラトラっていうのがそうですよねあの我奇襲に成功せりっていう、えー、奇襲成功しましたっていうでそこで真珠湾攻撃に成功しましたとかって言っちゃうと傍受されてまあね全部傍受されて全部バレてたんですけどねっていうふうなことなんでそういうふうな暗号としてトラトラトラっていうふうな。 あのーまあ、合言葉でそれが映画のタイトルにもなってるんですけど不思議な気がしたんですよ、ね、隣で兄ちゃん酒飲みながら「に高山登れ!」って言ってるしでそのアメリカ軍の日本の戦機がワーンって来てアリザナとかがバーンってきてアンドマッタトラトラトラってあれは当時 CG もない時代にほぼ実写で、えー、再現して撮ってますからねすごくよくできてるんですよ。 で、破壊してアメリカ人がガーッと逃げ回ってるとこあっても、そこで、日本人許せねえ、リベンバーパルハバーとかってね、言い出すかと思っても全然なくてね、なんか笑顔で見てるね、笑顔で、おおとか言いながら見てるんですよね。で、その、攻撃した後になんか見てる、ね、早くトラトラトラ言わなきゃダメだろうみたいなね、トラトラトラでイエーとかってね、そのパイロットが、日本のパイロットが映るシーンで言ったりしていてね、もう全然ね、 まあそうですよね。おじいちゃん、おばあちゃんの時代だから、僕らがリアリティーないけど、彼らもやっぱりリアリティーないんですよね。まさかここにいるこの日本人のちょっとわけわからない、えー、青年、あの、怪しい青年が、あの、のおじいさんだ。でもうちのじいさんも別に戦争行ってないんですよね。年取りすぎてで行ってないです。で、親父は若すぎて、えー、多分大学生だったんですけど、行ってないんですよね。だから誰も行ってないんですけれども、まあその僕らの親、じいさんの世代は戦争行ってるはずなんで、それがね、 やっぱりねどちらもリアリティがないしだからそれ見ながらあのあやっぱりすごいやっぱ50年前後の時代もう今で去年が75年戦後75年ですから戦後十五年つまり1945年終戦から数えた75年でしたからああやっぱりそれだけの時間が経ってるんだなとでそうするとやっぱりなんていうかなその憎しみとか。 あのいうことはやっぱりもう、まあ、その若い人たちはやっぱり持ってないんだよなというで、まあ、僕らもそうですねアメリカ日本一番の仲のいい国になってっていうかまあいいように使われてるっていう側面の方が強いですけどっていうのがあってで今年もまたいろいろ朝からフェイスブックとかツイッターとか見てるとやっぱりそういうねあの時のこと忘れちゃいけないとか。 言うんだけれどもまあでも今日今日の記事ではないんですけれどもね当初はこう日本が不意打ちをしてひどいことをした許せねえリメンバー・パール・ハーバーっていうのがアメリカの考え方でしたけれどもでもねよくよくまあ僕もドキュメンタリー「沖縄戦」という映画をやったことであの沖縄戦だけではなく太平洋戦争も結構勉強したんですけどまあ言えることはっていうと日本がもう戦争せざるをえないようにこう、えー、アメリカ あのこれはね学校の教科書でも習ってますね ABCD 包囲網っていう、えー、アメリカブリティッシュチャイナダッチ、えー、オランダですがもう日本に経済封鎖をしてでアメリカはもうガソリンガソリンとか石油売らないって言ってで日本はもう資源のない国だからもうやっぱり戦争せざるを得ないアメリカと戦わざるを得ないふうに追い込まれて、えー、まあ代表戦争に進んでいくんですけれども。 でだからそういう意味で言うと日本がひどいことをしてで、まあ、その冬打ちというのも,、まあ、これもよく話しあの知られている話ですけハワイの日本領事館の、えー、大使、その職員がもうすでに日本から風潮が来ていて宣戦,線布,告戦線布告してから攻撃しなきゃいけないでにもかかわらずそれを忘れて帰って土曜日かなんかだったんで,で先に攻撃しちゃったっていう。 だからそれをこう伝えられなかったからだからジャップは卑怯だ許せないっていう風なことでえアメリカ盛り上がってあの戦争になっていくわけですけれどもでも元はといえばアメリカが日本を戦争に追い込んでるところがあってでもじゃあそれで日本ははめられたのかって言ったら別の側面から言うともともと日本は中国とは戦争してたんですよずっとでそれをやっぱり止めるためには えー、めるためにはで言うといい言い方なんですけれども、えー、その日本と戦争をしたいアメリカがやっぱりその日本を敵にするために当時の,日本あのアメリカの、えー、事情っていうのはいやいや太平洋戦争に参加すべきではないっていうヨーロッパ戦線ですでにこう、ね、あの兵を出してるんだからというふうな状況だったのをするためには日本が真珠湾を叩いてほしいっていうそうするとアメリカ人に「な許せねえやっちまえ」っていうふうになって盛り上がるっていうまあこれあれですよね。あのー ベトナム戦あの時も、うんまあ、またその話するともう時間過ぎてるのは長くなるから、まあ、大体アメリカってそういうふうに先手を出さしておいて後から叩いて正義の戦争だっていう風なこと。 でも日本もその時にすでに中国と戦争していたし、えー、軍部はもうどんどん暴走してあの戦争したい人たちがもうね、あのでも日本が中国と戦争する始めも何もね、あの同じようなね敵にやられたーって言ってひどい許せないとか言って始めたのが日中戦争ですからっていうふうなことを考えていったらまあまあどこの国も同じようなことをしてるんですけれどもでそんなね、ところがあるのでだからね、やっぱりそのしん真珠湾。 真珠湾の,あの攻撃っていうのも単にどちらが悪かったか日本がひどかったアメリカの話題に放ったとかあるけれども結局どちらにも戦争したい人たちがいてで国民がうまく誘導されて、えー、結局始めてしまった戦争なんだろうなというふうに感じるんですけれども。 まあ、ちょっと12月8日2つ言おうと思っていて結局1つで、えー、もう1つは、ね、あのジョン・レノンの命日ジョン・レノンが殺された日でもあるんですけれども、えー、それをちょっと別の回にしますね、えー、とにかく今日はあの12月8日9日の真珠湾奇襲の日をパールハーバーアタックの日をアメリカで過ごした時の思い出を、えー、話してみましたまたこんな話もしていきます